この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回はもう書き始めちゃってるんですが、こちらは以前センスラボのペンタブレットの紹介をした時に描いたイラストです。このイラスト結構ね評判が良くて、なんか動画を見ていると描いているのが気持ちよさそう。特にピンクのインクの部分、これどうやって描いてんの？っていうか、この絵だけのメイキングも見せてよ、なんていうコメントもいただいているんですね。なので今回はこのイラストのメイキング部分を気持ちよく描くためのコツという切り口で解説していきたいと思います。それではもう早速なんですけど、今回のポイント先にお伝えしちゃいます。気持ちよく描くために大事なのは、ボツを出す、グレーで塗る、後で足す、画面を回転させる、手順を破壊する、流れを大事にする、です。順番にお伝えしていきますね。ボツを出す、まず気持ちいい絵を描くときのコツとして、僕が一番大事だと思っているのはボツを出すことです。えってね、ちょっと驚いた方もいるかもしれませんが、実際ですね、今描いているこの絵を描くときもこんな感じでボツになった下絵があるんですね。まあこちらの下絵はボツなので、特にこれが生かされる場面っていうのは結果だけ見るとないんですが、でもこのボツがあるおかげで本番の絵を気持ちよく描けてるんですね。これなんでかっていうと、迷いです。絵を描くときに一番気持ちよさを削ぐ要因になるのが、僕は迷いだと思っています。途中まで描いてみたけど、あれなんかうまくいかないぞ、あーしまった、頭の中ではこのポーズ成立すると思ってたんだけど、実際描いてみたらこのポーズ不自然じゃん、あーどうしよう、どうやって自然にしようかな、あー迷う。こういう経験したことがある方多いんじゃないかと思うんですが、この時に発生する迷いがかなり絵を描くときの気持ち悪さに繋がってしまうんです。もちろんね、迷いながら絵を仕上げていくのもそれはそれで楽しいんですが、避けられる迷いがあるなら避けて通りたいじゃないですか。その一番手っ取り早い方法がこれ、ボツを出すことです。あえてボツを出すことで、あ、これはうまくいきそうだ、あーこれは多分ダメだなっていう何通りものシミュレーションを頭の中で組み立てることができるので、本番を描くときには自然と無理のない絵作りができる準備が整っていて、スーッとスムーズに作品を描き始めることができちゃうんです。実際今描いている画面を見ていて、すごく迷いなく描けているのがお分かりいただけると思うんですが、それはこういう下準備のおかげなんですね。僕もですね、この下準備を仮にしない時にはね、すごく迷って気持ち悪い感じになっちゃいます。グレーで塗る、2番目に紹介する気持ちいい絵を描くときのコツは、グレーで下絵を塗ることです。いやこれね、何度か紹介していますが、やったことがない人は騙されたと思って一度やってみてください。特に線画の工程の気持ちよさが段違いに変わるはずです。やり方は簡単です。グレーの明るさとか暗さは適当でいいので、だいたいこのぐらいの明るさにしようかなっていうぐらいの明るさのグレーでキャラクター全体を塗っていくだけです。僕がやっているように、今回田中ちゃんが抱えているペンタブレットやペンの部分は分かりやすいようにちょっと暗めのグレーで塗って、髪はちょっと明るめのグレーで塗り分けるなんていう風に、大雑把にでもいいので明るさに差をつけて描いていくとさらにいいと思います。これはなんでかっていうと、グレーで塗ることによってただの線だったものを色面として捉えられるようになったからです。皆さんこんなことないですか？下書き、線画まで順調にいって最後色を塗った時に、あれ？なんか思ったのと違うなっていうか、さっきまでいい感じに描けてたと思ってたのに、色を塗ってみたらキャラクターの形変じゃんって、初めてそこで違和感に気づくこと。うわー、これ修正するにはまた色を消して線から描き直さなきゃ、あーめんどくさなんていうことになっちゃいますよね。非常に気持ち悪い。これなんで起きてしまうかっていうと、ラフや線画の段階ではただの線として認識していたものを、色を塗る段階になって初めて色面、形として認識したことによって発生する違和感なんです。で、この間違いを避ける方法が、下書きの段階でグレーを塗ること、ラフの段階で線の状態ではなくグレーを一
旦塗ってみることで、塗った部分はただの線ではなくグレーという色のついた色面に変化します。その状態で形を整えていくことによって、後々さっき言ったような認識のズレが発生しづらくなりますから、着彩まで行ってうわーやり直しだーなんていう気持ち悪い状態を避けて通ることができちゃうんですね。お得でしょ。後で足す。あとね、ここはちょっとしたコツなんですが、全てを同時に描かないというのも大事ですね。例えばこの田中ちゃんのリボンがそうなんですが、こういうリボンの後ろに髪の毛が描かれているような重なっている部分があったりするじゃないですか。こういう部分、ついついリボン込みで全部同時に描いてしまうことがあると思うんですが、そうするとね、リボンの形だけを直したくなっちゃった場合には線を修正する手間が結構かかっちゃうんですよ。ほら、例えばこんな風にリボンの形を整えながら後ろの髪の毛の形も修正するっていうのは結構ね、めんどくさくないですか？そういう場合には髪の毛のレイヤーの上にリボンのレイヤーを作って、こんな風にリボンだけ後で書き足してあげる。そうすることによって、ほら、こんな風にリボンの形だけ後で修正するにしてもスムーズに作画することができますよね。あとですね、こういう細かいアクセサリーなんかもそうですね。アクセサリーや小物類は後でレイヤーを分けて書き入れることで、初めから線画で書き入れるよりも結果的に綺麗に配置することができます。細かいテクニックなんですが、こういう工夫は気持ちよく絵を描いていく上ではとても大事なので覚えておいてくださいね。画面を回転させる。はい、ラフができたので次に行ってみましょう。線画の工程です。今みたいにラフをしっかり描いておくとスムーズに線画が描けます。いや、だってラフを何度か出して入念に頭の中で完成図をシミュレートして線をグレーに塗ることで形を色面として捉えて形状をバッチリ整えてありますから、これで大丈夫なはずってね、自信たっぷりに線画の工程を気持ちよくスムーズに進めることができますよね。え、自信とか聞くとね、なんだ精神論かよとか思う人もいるかもしれませんが、いえ、そんなことはありません。線を描くときって勢いがすごく大事なんですが、その線の勢いってそもそも自信がないと絶対に出ないんですね。これで合ってるかなってね、いちいち不安を抱えながら描いていたら、なんか線がヨレヨレしそうじゃないですか。そういう意味でも下書きを入念にするのは線に勢いを持たせるっていう意味でもとても大事なんです。で、もう一つコツがあるとすれば、それは画面を回転させながら絵を描くということです。ちょっとね、この動画の場合には僕は動画の見やすさを重視して画面を回転させることをあえて避けているんですが、実際はこんな風に画面をぐるぐる回転させながら線画を描くことが多いです。なぜかというと、人間は手の構造上描きやすい線というのがどうしてもあるからです。ほら、こういう線が描きたい場合、手首のスナップを使えば楽に描けますけど、反対にこういう線は手首のスナップでは描けないじゃないですか。だからこういう線ってね、ほとんどの人が苦手なんです。無理して描くとヨレヨレっとした線になっちゃいます。で、それを避けるには画面を回転させながら手首のスナップを効かせた状態で線を描けるようにすること、これがね、線を気持ちよく描いていく上では非常に大事です。ぜひ覚えておいてください。手順を破壊する。さあ、線画が終わりましたので次は着彩です。ここまで見ていて僕の動画をよく見てくださっている人にとっては見慣れた手順に思えるかもしれませんが、僕は気持ちよく絵を描くために一個だけ意識していることがあります。それは何かというと、一個だけ手順を破壊するということです。まあ、ちょっと破壊って言われるとね、大げさに聞こえるかもしれませんが、要するにいつもの手順から少しだけ変えた場所を作ってみるということです。例えば今回で言うと、この着彩の手順がそうです。今回はここをいつもの手順からあえて変えてみました。どう変えたのかというと、いつも僕はアニメ塗りに近いような感じで色と色の境目を全然ぼかさないようにはっきりと影を描いていくんですが、今回は線の気持ちよさを強調したかったので、あえてボケ足の強いブラシで影をぼかしながら塗っていくというチャレンジをしてみたんですね。え、仕事なのにいつもと違う手順で描いて、もし失敗
敗しちゃったらって考えたら、そういうことして怖くないんですかって思う人もいるかもしれません。はい、めっちゃ怖いです。もちろんね、いつも通りの手順でやれば絶対に変になることはないので安心して作業することができるんですが、この安心というやつが実は絵を描く上では一番の大敵で、それが楽だからといっていつもの手順いつもの手順っていう風にね繰り返してしまうと、絵を描くことがいつの間にやらただの単純作業になってしまい、全然気持ちよく絵が描けなくなってしまうことがあるんです。そうなると結果的には絵のクオリティがガクッと下がってしまうんですね。いやだって当然ですよ、つまらないことなんてモチベーション高くやり続けられないじゃないですか。それを防ぐためには多少恐怖感はあるんだけど、でも OK、 今回はここだけ違う感じにしてみよう。そんな風に小さなチャレンジ、手順の一箇所だけを破壊してみることで絵を結果的に気持ちよく描くことができちゃうんです。流れを大事にする。はい、で今回最後に紹介するポイント、このピンクのインクバシャーの部分ですね。これね、割と前回の動画の時には尺的にね端折った部分だったので、素材を使って組み合わせたのかなって思っている人も多かったみたいだったんですが、いえ、ここも素材ではなく一から手で描いております。結構ですね、僕の絵を見た時にエフェクトが好きって言ってくださる方も多くいらっしゃるんですが、僕的にねエフェクトにはあるこだわりがあります。そのこだわりが見た時の気持ち強さ、そして描いている時の気持ちよさにつながっていると思うんですが、それがね何かというとエフェクトの流れを大事にするということです。おそらくですね、このインクの絵を見てインクの質感がぬるっとしていていいなって思ってくれた方もいるかもしれませんが、実はこのぬめっとした質感ってそんなに描くのは難しくないんですよ。それよりも僕が大事だと思っているのはエフェクトの流れです。例えばこのイラストではどういう流れを作ったのかというと、まずは右上にインクが上っていくような斜めの流れ、これが1個、そしてその中でも曲線的にうねるような液体の有機的な流れ、これがもう1個、そして最後に画面全体が均一になりすぎないようなリズムや変化、そして素密を考慮した流れ、これがもう1個、その3つを考えながら作ったこのベタ塗りの状態、この状態で見た時の見栄えが一番大事だと思っています。もうね、この状態がよく描けてれば、あとはここにどんな質感をつけていこうがいい絵になることはもう決まっているようなものなんです。はい、そしたらここからは質感をつけて仕上げていくフェーズですね。さっきも言ったように液体の質感を描くこと自体はそこまで難しいことはありません。例えばこういうヌメッとしたインクってこれを描けばそれっぽく見えるっていうポイントがあって、それはどこかというとですね、ここですね。こういうテカテカした物質って光を多く反射するからテカテカして見えるわけなので、普段よりも光を強調してあげさえすればいいんです。例えばこのハイライト表現、このハイライトをかなり明るめに入れます。普段だったらね、ちょっとここまで明るくはっきり入れたら白飛びして浮いちゃうかなって不安になっちゃうくらいにバキッと入れてあげちゃうんですよ。でその上で反射光ですね、よく見るとこの部分とか、あとはこの部分とか若干明るくなっているのがわかると思うんですが、こういう反射光もきっちり描いてあげる。この2点さえ押さえればヌメヌメしたインクの表現ってかなりリアルに表現することができるはずです。あとはもう最終的には納得いくまで書き込んでいくだけですね。はい、こんな感じ。これで田中ちゃんのインクバシャーのイラスト完成です。いかがでしょうか。今回はただのメイキングというわけではなく、気持ちよく描くためにはどんなことを意識すればいいのかというテーマに沿ってイラストの過程を紹介してみました。実際こちらのイラストは普段よりも線の勢いを強調しているので、かなり描いていてスピード感のある感じでシュ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 ってね、気持ちよくスムーズに作画ができました。あと実は普段よりもこちらのイラスト可愛いよりもかっこいいって言われることが多いんですが、そういった作画の勢いがかっこいいという感覚に繋がってるのかなっていう風に思います。まあ、ちょっとね、普段と作風を変えて描いてみた作品ではあったんですが、こういった作風の作品も徐々に僕の作品のラインナップに加えていこうかなっていう風に思いました。以上です。
それと今回は背景はつけていなかったんですが、キャラクターやエフェクトを描いたら背景までつけてこだわったイラストを仕上げたい、でも背景は難しくて描くのためらっちゃうよっていう人もいるかもしれません。そんな方にはこちらの動画、誰でも簡単背景の描き方5選もおすすめです。とても簡単な手順で効果的な背景の描き方を紹介した動画です。背景を描くのが苦手な人でもこの動画を見てそのまま実践していただければ背景を描くことができちゃう、そんな超簡単で超見栄えのする背景の描き方を5つ紹介した動画です。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。